はい、よろしくお願いします。今回は中学校古文の枕草子2をお送りします。で、前回の続きです。春と夏ですね、を前回やったので、今回秋をやっていきます。なので、まあ、前回同様ね、こう訳、日本語訳の確認とか、まあ、ポイントの確認をしたい方はね、ぜひね、この後見てみてください。よし、じゃあ行きましょう。で、枕草子です。前回ここ、作者やったんですよね。で、作者、清少納言って言うんですけど、まあ、綺麗な枕っていう覚え方してね、みたいな話しましたけど、まあ、それ、連続でやってもね、あれなので、今回、ジャンルにしました、ジャンル。で、まあ、ジャンルっていう言葉がね、正しいかどうかちょっと微妙なんですけど、これ、枕草子っていうのは、ちょっと奥目に書こうか。随筆というジャンルに入ります。随筆です。で、これは三大随筆って言われるうちの一つです。枕草子ね。あと、北条記とつれづれ草が、噛んだ、つれづれ草。この三つがね、三大随筆なんて言われるんですけど、まあ、それはまたおいおいやりますね。この、まあ、ジャンルも結構大事なので、枕草子、随筆、で、あと、清少納言。まあ、平安時代っていう時代もぜひ覚えてほしいんですけど、まあ、その辺も確認しておいてください。じゃあ行きましょうか。まあ、前回ね、話したんですけど、この、春、夏、秋、冬の部分っていうのは、その、秋、季節、それが趣深い、これっていいよね、っていう話をしてます。で、秋、今回ちょっと長いんでね、秋だけになってるんですけど、まず、秋は、夕暮れ。これ、お菓子がまた省略されてるんですが、夕暮れが趣深い、いいよね、夕暮れって。ってとこからスタートです。いいね。だから、清少納言は、秋は夕暮れがいいよね、ってことを言ってます。その最初ここでね。で、行きましょう。で、夕日の差して山の葉。これ葉って読みます。パン!ごめんよ。ちょっとね、もう喉が絶不調で。糸、地高。で、これも、地、書こうか。誓うって書くんですけど、これ仮名遣いで直すと、地高ね。地高なりたるに、で、カラスです、これ。鳥の中の一本抜けてるやつですね。カラスの寝所へ行くとって投げな。ちょっと切ろうか、その前に。まずね、夕日の差して山の葉、糸、地高、なりたるに、ここまで行きます。で、古文っていうのは、がとか、おが省略されることが多いです、結構。一応書いとこうか。ここにちょっと書かないんでね、今回。がとか、おですね。が省略されてたり、あと個人的に、のが、がに変わった方が訳せるとこが多かったりします。ここもそうなんですけど、これ、夕日がって訳した方がいいです。夕日のじゃなくて。夕日が差すって言うじゃないですか。日が当たる感じね。夕日が差してって、山の葉。これも端っこです。山の端っこね。が、糸。これ大事なんで覚えましょう。これね、古文単語でもやりましたけど、とてもです。入ったよね。あ、OK。山の端っこがとっても、地高なりたる。まあ、近くなるって。なった時にみたいに訳すといいんですけど。で、どういう状況か。これは前回もね、山出てきましたけど。まあ、山がありますよね。で、夕日って沈んでくるじゃないですか、こうやって。沈んでくる。で、その時に、その夕日が差してて、山の端っこにとっても近くなったと。で、夕日がね。だから、ここにあった太陽が降りてきて、まあ、こういう感じです。もうちょっとで沈むよね、みたいな。まあ、こんな太陽サンサンしてないんだろうけどね。もうちょっと沈みますみたいなイメージです。まあ、そんな時に、カラスの、で、これもがって訳した方が訳しやすい。のをね。カラスが、これ一本足んないね。よいしょ。カラスが、寝所へ。まあ、これま、ねぐらとか訳すと、まあ、寝るとこですよ。つまり。ね、ねぐらへ行くとして、まあ、行くね。ねぐら行くときに、あ、行く、行くとして、で、三つ、これ三つ四つって読むんですけど、まあ、三は四はです。まあ、2話3話ですよね。などが、飛び急ぐさへ、まあ、さへ。現代仮名遣い、えですね。さえ、あはれなり。これも、あわれなりと。で、ここ結構大事で、まあ、カラスが、まあ、ねぐら、寝るとこに、まあ、行くと。3話4話ね、まあ、2話3話、まあ、ちょっとこう、塊ですよね。何話かの。が、飛び急ぐ、さ、ことさえ、あわれなり。で、この訳詞です。これよく問われる。まあ、これま、やりましたけど、古文単語で。これ、趣深いって意味があります。趣深い。でも、それはね、もちろん OK なんですが、しみじみと感じると。
まあ、しみじみとした風に思うとかでもいいんですけど、趣深いっていうのは基本的にいいなーって、いい感じだなーみたいな風に使います。こことかね、省略されてるのさっきそうでしたね。秋は夕暮れっていいよねーって風に言ってるんですけど、この哀れなりの趣深いは悲しい方なんです。ちょっとシュンとした気持ちになる。はぁ、なんかなーみたいな。食うの。そのしみじみと感じる。だから、そのね、夕日が差してって、まあ、山の端っこに、とっても近くなった時に、まあ、カラスがね、3羽、4羽、2羽、3羽、飛び急ぐ、急いで飛んでいく姿なんかを見てると、しみじみと感じるよっていうことを言ってます。まあ、趣深いって今あるんですけど、まあ、ちょっとセンチメンタルな感じですね、こっちは。哀れないの方はね。で、巻いて、これも増してって訳します。増して、狩り、これ狩り鳥ですね。そうですね、俺ジブリが好きなんですけど、ジブリ作品。これジブリ興味ない方はごめんね、ちょっとスルーしてね。ジブリの作品に魔女の宅急便っていう作品があります。自分好きなんですが。で、それ見たことある方。で、ちょっとマニアックなシーンになるんですけど、主人公のキキがですね、飛ぶ時に、まあ、荷物を運ぶ時だったかな時に、鳥がですね、連なるとこがあるんですよ。いっぱい飛んでて、一緒に飛んでくんです。でも、強風が吹いて、こう飛ばされちゃうんですけど、キキは。その鳥が狩りです。はい、ピンとくる方半分いたら嬉しいですけど、ごめんね。ピンとこなかったら。で、それが狩り、鳥なんですが、連ねたるっていうのは列をなすって意味です。で鳥がね、列になってるの。その時の場面もそうなってるんですけど、で、その列になって飛んでるのがって感じです。狩りがね。糸、またとてもですね。一応、線引いて書いておこうか。糸がとっても大事です、これね。とても。小さく見ゆるは、まあ見えることは、糸おかし、またとてもですね。とても趣深いと。まあだからここカラスのね、が巣に帰っていく様子は、まあしみじみとしちゃうなって言ってたんですけど、で、まして、まあ狩りとかが、ね、列になってとても小さく見えるのがとても趣深い。お菓子って書いてるからね。趣深いと言ってます。つまり、まあ今こういう場面でしたけど、ここね、まあどっかから見てるわけですよ。山の方を。その時に、こうね、まあ、こう、ごめん。こういう感じでさ、狩りなんかがね、列になって飛んでる。見えるかなみんな。ごめんよ。列になって飛んでる。遠くの方にちっちゃく見えると。で、それがとっても趣深いよねってことを言ってます。ここはね。で、次、日入り果ててです。で、日が入りなんで、まあ、日が入る。日が暮れるですよね。で、果ててなんで、まあ、日が沈んでしまってって感じです、ここ。日が沈んで、で、風の音。まあ、風の、これいいね、風の音ね。で、虫の、これ、音じゃなくて、こっちにねね。虫のね、つまり鳴き声です。などは、旗、いふべきにあらず。ごめん。この音がね、これ、言うべきね、にあらずです。で、ここも大事です。で、ここの訳し方なんですけど、多分ね、何個か見たらちょっと訳が地味に違ったりします。でも、自分がいつも訳すのは、今更、これ書いておこうか。ちょっと長いんですけど、今更言うまでもないっていう風に訳します。なんか言うことはできないみたいな、言葉にできないみたいな感じで訳すこともあるんですけど、自分はこっちで訳してしまって、どういうことかっていうと、これも趣深いってことを言ってるんです。実はお菓子入ってないけどね。で、どういうことかっていうと、まあ、日が沈んで、その沈んだ後に風の音とか虫の鳴き声なんかは今更、趣深いことを言うまでもないよって。もう言葉にする必要ないぐらいに趣深いって感じてますよって言ってるんです、これ。旗、いふべきにあらずっていう。これはいろんな用語が入ってる。分解するとね、すごく説明長くなるとこなんですが、ひとまず、旗、いふべきにあらずっていうのが、今更言うまでもないというふうに訳してください。で、さっきも言ったように、ちょっと参考書とかによってね、訳が地味にちょっと違う場面ではある、ここは。まあ、他もそうなんですけど、で、おそらく学校の定期テスト用で見てる方も多いと思うので、こういう大事なところの訳っていうのは学校の先生が書いた訳に合わせた方がいいです。例えば受験とか出てきた時にこれで訳して罰もらうとは思わないですけど、定期テストの時っていうのは結構先生によっては自分が教えた訳で書かなきゃ罰だよとか減点だよって先生はザラにいます、いらっしゃるので、ちょっとその場面は、その部分はね、ちょっと気をつけてください。訳し方として自分はこう訳しますけどね。
いいかな、多分これで、全部説明したかな、大丈夫そうだね。はい、といった感じです。では今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、次回冬ですね、ひとまず。で、それで、まあ、枕草子また出てくるかもしれないんですけど、で、その後に、まあそうそう、あの前回ね、その枕草子の動画撮った時に結構コメントいっぱいいただいてて、そのこの作品やってくださいみたいなのもたくさんいただいてたので、ちょっとまあ文法をやったりとか、こう作品の役とか説明をやったりとか、ちょっとわからないんですけど、ひとまずね、引き続き撮っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。